はい、酒好きな新潟市の飲酒動画です。今回は、チューハイですね。新しくし、新発売、タカラの高田酒造から出てる、ネオ酒場の、塩レモンサワーです。沖縄産塩。アルコール度数 5%、果汁が 0.6% となってます。高田酒造の、ね。これはちょっと期待できますけど。大衆酒場を現代風にアレンジしたネオ酒場。こだわりの料理やお酒が女性や若者に人気。そのネオ酒場で愛される新名物サワーの味わい。沖縄産塩、瀬戸内産レモンエキス、伝統の宝焼酎。原材料が焼酎とレモンとレモンエキスと食塩と糖類と酸味料と香料となってます。いいっすね。まぁ、ちょっと度数が低いっつうか、まぁ、宝酒造にしてはちょっと低いかな。度数 5% ですからね。まぁ、甘味料使ってないっていうのがね、やはりいい。ネオ酒場なんて俺聞いたことねえんだけど。何ネオ酒場って。どんなものか行ってみたいですね。ネオ酒場。初めて聞いたんだ。大衆酒場を若者向けにアレンジした。何じゃそれ。あ、うまい。ん?そんじゃ、いただきます。乾杯。あ、ちょっと、あ、これしょっぱい。うん。ああ。レモンに塩ふっかけて、パクって食ったような味。まあ、そのままですけど。ほんのりしょっぱい。うん。で、塩とその酸味っていうのが、レモンの酸味。レモンのすごい香りも非常に強いし。はあ、これうまいな。なんかあれだね。レモンなんか、果汁 0.6% って書いてあるけど、たった果汁 0.6% なのに、なんかやけにレモンの味するな、これ。このレモンとレモンエキス、原材料にレモンとレモンエキスって書いてあるんですよ。レモン、レモンエキスって書いてあるから、レモンとレモンエキスを使ってる。レモンエキスって初めて見たね。普通この原材料には、だいたいレモン、とかレモン果汁とかって書くのが普通なんだけど、わざわざレモンとレモンエキスって別々にしてるから、多分このレモンエキスってのがあれなんだろう。なんかたぶん果汁 0.6% のにここまですげえ濃いんですよ、レモンの味が。ネオ酒場、サワー。こだわりの新名物サワー。厳選した塩とレモンが絶妙にマッチした癖になる味わい。トマトの、クリアトマトサワー。素材製法にこだわったネオ酒場で人気の新しい美味しさ。店主が素材製法にこだわる新名物サワーが提供されている、まあ、ネオ酒場と。その新しい味わいが人気となっています。だからネオ酒場サワーは、ネオ酒場で、人気の新名物サワーの味わいを追求したシリーズです。
大阪。聞いたことない。全然聞いたことない。いや、でもやっぱり宝のだけあるわ。チューハイうめえわ。これうめえわ、普通に。甘くないしね。甘くないんですよ。結局。まあ、レモンチューハイって甘くないのか。わかんないけど。まあ、甘くないですね。甘味料使ってないし。うん。糖類は使われてるけど、基本的に甘いっていうのはない。酸っぱい。うん。まあ、レモンチューハイでもやっぱ甘いやつあると思うけど、これは全然甘くないタイプ。やっぱ、宝だけあるね。いや、やっぱり俺のあれで認めた、あれだけあるわ。酒の、ねえ、酒造だけあるわ。でも個人的にゼロ仕立てはちょっと外れだったけど、ね、ゼロ仕立て。糖類ゼロ、甘味料ゼロ、着色料ゼロ、プリン体ゼロ、香料ゼロって。これ前の俺飲んだよね、ゼロ仕立て。で、大して美味しくなかったっていう。これ甘くなければいいっていう問題じゃないんだよね。俺としては糖類は入れてほしいんですよ。ほんのりね。ほんのり。あくまでほんのりです。糖類。ほんのり入れてほしい。でね。チューハイってね、やっぱね。まあ、宝のチューハイはよくあるんだけど、カロリーが少ないんだよね。普通の。チューハイに比べると。うん。まあ、普通のチューハイっていうのは、宝酒造じゃないチューハイ。例えば、キリンとか。キリンとかさ、サントリーとかもさ。に比べるとチューハイ。まあ、氷結でいきますか。カロリーがね、圧倒的に少ない。で、カロリーが少ないっていうことは、甘くないっていうことなんですよ。簡単に言うと、ね。まあ、あと、度数が、度数にもよるんだけど、基本的に、度数が高ければ高いほど、アルコール度数が高ければ高いほど、カロリーも高いんですけど、まあ、それを別とするとですね、アルコール度数同じ 5% で比較すると、キリンの氷結シチリア産レモンがですね、100ml あたりエネルギーが 45kcal なのに対して、こちらが、なんと 34kcal と 11kcal も少ない。これは、この差はどこかというと、やっぱ糖質なんだよね。糖質っていうのは炭水化物なんですけど、つまりは。うん。こちらですね、炭水化物が 1.4g。ね。なのに対して、氷結が 4g ですね。糖質 4g も使われてる。2.5 倍ぐらい違う。つまりそういうことです。糖質は炭水化物ですか。だからこのエネルギーのところで見るところはやはりカロリーと炭水化物だね。うん。特に同じそのアルコール度数でいくと結局、アルコール度数は同じなわけだから。
ね、アルコールは同じ量入ってるわけで。ということは、やっぱ炭水化物を見ると、砂糖のが入ってるかっていうのがわかるんですけど、非常に少ない。ので、甘くないのを好きな、俺みたいな、ちょっと中年入ってねえか。やべえ。ちょっと自分で28歳なのに中年とか言っちゃった。で、まあ、いわゆるちょっと、おっさんのような人間、おっさんのような味覚を持つ人間にとっては、非常に大満足。これはマジうまいっすね。これうまいけど、一つ言わせてもらうと、アルコール度数 7%、8% ぐらいでこれ出してほしかった。ああ。せめて、焼酎ハイボールと同じレベルの、アルコール度数 7%、2% 増やしてほしかったね。これは、酔いたい人間なんで。まあでも、これはあれでしょう。わからん。わからんけど、俺みたいにアルコール度数高いのが好きっていう人間が、じゃなければ、これはすげえうめえと思う。これめちゃうめえよ。このソルティードッグ的なね。ちょっとソルティードッグ的な感じの。俺の大好きなカクテルの。ソルティードッグのようなこのスノースタイルですよ。このコップの縁にね、塩がこうピャーってなってる。でも中身はこれ、レモンっていう、ね。ソルティードッグはあれグレープフルーツですけど。まあ、これは うまい。これはうまい。これはうまいね。あ、ちなみに買った場所ですけど、これ今まだ売ってないみたいだね、これ。あれ？まだ売ってないって。なんか、売ってなかったような気が。これあそこで買ったんです。コンビニでね。確かまだこれ売ってねえんちゃうか、これ。一般販売はまだとかって、じゃなかったっすか。あれ。ちゃうかった。ああ。全国のコンビニエンスストアで3月15日より先行販売だから、コンビニしか売ってない感じっすね。でも、普通に売られるようになるのは4月5日。だからあと3日後。2日後ぐらいで全国の、酒屋とかスーパーで売られるようになるみたいですから、まあもうちょっと経てばあれですね。まあ今すぐ飲みたいっていう人はまあ多分いないっていうよりも、そもそもがして、この動画は今撮ってる動画を上げるのが多分1ヶ月後ぐらいになるんで、おそらく絶対飲んだ方がいい。ああ、でも、こういうやつはね、即あげた方がいいんですよ。うめえって。俺が飲んで、うめえ、これみんなに早く飲んでもらいたいっていうやつは、ちょっとそこ、即あげて、あげたいんで。即刻あげた方がいいな、これな。どうでもいいような、三つ星とかのレベルの。二つ星とかさ、まずかったりさ、普通だったりするやつは、もうどうでもいいんですよ。もう後であげても、一ヶ月後ぐらいにあげても、なんら、どうでもいいんですけど。これはもう久々に当たりのあれですね、チューハイっすね。ただ、何度も言うけど、一点だけ、俺が気に食わない点としては、やはり度数ですね。アルコール度数 5% はやっぱり結局のところ若者向けだなっていうのが分かった。うん。俺ぐらいの好きな人間になると多分
これを、焼酎で割るっていう、方面に出てくるね。そこならまで来るよ、これ。でも、塩とレモンがここまでうまいと思わなかったね。普通のレモンってが、これ、焼酎、ちょっと自作するとき、家飲みのとき、あれやな。これ、いいぞ。塩加えて飲むの、これ結構、いいぞ。自作のレモンサワー作るとき、焼酎入れてさ、レモンジュースちょっと入れてさ、で、あと炭酸水でさ、割ったりして俺飲むことあるんだけど。それに、ちょっとこう、スノースタイルにするか、まあ、スノースタイルにするっつっても、スノースタイルって結構めんどくさいんですよ。ここを濡らして、こうやってこう、逆さにしてパカって、やらなきゃいけないんで、ちょっとめんどくさいんですよ。なんで、もう、そのままこう、塩をさささっと入れて、ちょちょちょって混ぜて、パッて飲んだ方がいいかもしれない。うん。そこはあれですね。ちょっと、アレンジとして、これはいい。全然いいぞ。これ久々に、当たりだな。久々なのかわかんない。忘れたけど。チューハイでここまでうまいのは、久々っすね。あんまり記憶にないんだけどさ。いや、これはうまい。これはうまいぞ。これはうまいぞ。で、しかもすげえレモンの香りめっちゃするし、ね、レモンの香りとかめっちゃ強いし、ね、これはうまい。これぜひ飲んでもらいたいっすね。ただ俺5つ星にちょっとしたかったけど、やっぱりしない。俺 7% だったらこれ5つ星つけてたけど、ちょっとここはね、妥協できないんで、五つ星つけるのはやっぱり、ちょっと、無理です。2、1、5、4です。ご視聴ありがとうございました。